ゆいりさん推しの人とよく会うかもだったんだけど、今日めっちゃ会った。爆上げです。気づかなかった。私あのメンバーの塔の質が復活し、しかもそれがその出演できる人がそれで決まるっていうのに、なぬっていう。全然だよ。ここに かもしれない。うつ伏せじゃないよ。そうそう、だらしない姿勢になってるけど。寝る。予測じゃない。風呂入った。もこもこだよ今日。あったかい。髪伸びた。そうね、本当はこれをこのくらいまで短かったんだけど、一回ショートにしてから伸ばして、やっとね、ここまで伸びた。確かに今ドボンと同じ長さだね、これだと。あの写真短いのにまたエクステをつけたから、全然ね、公式の写真と、アーティスト写真と全然違う感じになってたんだけど、今一緒だね。ゆいゆいコラボしたいって、え、本当？ゆいゆい言ってるの？ゆいゆい、やろうよ。本当に？ゆいゆい、いつでも寝られる状況。ストレッチしたら寝ようかな。最近ね、一日2回ストレッチしてるの。やりすぎ？カラオケ配信かな？ゆいの配信止まって、どうしたんだ、小栗ゆい。でもカラオケ配信やるとなんかやっぱちょっとそうなるよね。私現象ちょっとどうにかしないとな。筋肉痛結構治った。
ちょっと残ってるけど、でも日常生活には支障ないぐらい痛みはなくなった。楽。顎がなくなりそうだけど。明るくしたらならないかな。テカテカしそう。鬼滅を読んで、いつかどこかで語ろう。今ソファーに座ってて、食卓が謎が解けてからっていうか、こんな風にいろいろなんか散りばめられてたんだなってすごい気づく。面白い。だから何回読んでも、そう、結構なんか最初の普通のなんかいきなり壁が壊されて巨人がやってきて、その何が来たかっていう、その謎をね解いてるっていうか、なんでっていうのをねが解明されてる。途中でちょっと人間対人間みたいな壁の中の、そう、ちょっと難しさがあったんだけど、なんのこっちゃって感じだよね。面白い。最近だと約束のネバーランドもめちゃめちゃ面白かった。数日で読んじゃった前回。あとね、スパイファミリーっていう漫画も面白かった。映画だったら見に行きたいから、そう、お楽しみにしてるんだ。そうね。ね、茨城もまだちょっと今はどうかなって感じだけど、お楽しみに。ちょっと今日早いけど、今日は早く寝ます。ストレッチをしたらまたやり。本当だ、めっちゃ可愛いまたね、皆さん、おやすみなさい。また来ます。バイバーイ。